今日お越しいただいて本当にありがとうございます。皆様と楽しい時間を過ごせたらと思ってます。よろしくお願いします。ではですね、この映画、なぜ作ろうと思ったのか、そこをまず伺いたいなと思います。はい、今自分の息子が今3歳なんですけれども、まあ、2年ちょっと前ぐらいにですね、こう夜中に子育てしていて、まあ、なんかあまり父親ではあったんですけど、まあ、実感が、まあ、あるようなないような、ちょっと、まあ、ちょっと自分のその親としての自覚を結構自問自答してまして、そんな中郷田先生のウェブコミックなんですが、それは読みましたら、その主人公のカズマと自分の気持ちがすごいリンクしまして、まあ、長編1本目でもしやるんだったら、まあ、自分の思いを込められる作品がいいなと思って映画化を企画しました。実際、まあ、完成してみて作ってみて、まあ、こう思いをちゃんと込められたかな、うまくいったかなっていうのはあったりしますか？まあ、そうですね。撮ってる時はすごい、その自分がすごい大事なシーンとか、ここはそうでもないなと思っていたシーンとか、まあ、いくつかあるんですけど、意外にそのなんか滑り台を一人で滑ってるシーンとか、結構皆さん気に入っていただけて、なんか自分が撮ってる時はそんなに、まあ、言い方変ですけど、そんなにあなんかこう盛り上がるシーンなのかなと、ちょっと疑問もあったので、なんかそのまあ自分の思いとはまた違って、観客の方が受け取られて、で、まあ、いろいろとその皆様の人生経験とかを補完して、なんか映画って完成するんだなっていうことを最近思ってました。観客の思いも含めて作品になったのかなって思ってます。良かったというところですね。武田浩平さんがまあ主役という形なんですけど、武田浩平さんの印象どうでした？そう、僕何本か仕事させていただいてたんですけど、なんかいわゆるこうイケメンの2枚目の役が多くて、ご本人すごい芝居うまいなと思ってたんですけど、そこをなんか生かしきれてないのかなっていうことを思ってまして、で普段イケメンしか演じてない武田さんをいかにこう役で追い込んで、そのなんですかね、その人間の深みっていうか、それを、まあ、お互いその、まあ、僕監督の僕と武田さんで協力して作り上げたいなと思ってですね、でキャスティングしたんですけど、まあ、結果その最初結構硬くてですね、やっぱどうしてもそのかっこいい俺っていうのが出ちゃうんですけど、だんだんその撮影が進むに従ってどんどん役にこう入っていって、あんまり彼泣けない方なんですけど、だんだんその自然と涙が出るようになって、まあそのつながってみたらね、ちゃんと起承転結ある感じになっていて良かったなと思いました。この作品で、まあ、武田浩平さん以外、いろんな豪華な方が出ていただいているんですが、またその主役の武田浩平さん以外で、この人いいなっていう役者さんいますかね？僕そうですね、松下由樹さんに出ていただいた時に、その漫画原作の漫画とすごい、その、まあ、そもそもすごい似てるんですけど、松下さんのその全体の印象が、でもそのお芝居もすごい、当然すごいいいですし、僕助監督時代にすごい怒られた、ダメな助監督だったんですごい怒られた経験があって、で自分の長編の時は出てほしいなって思ってたんで、でお願いして、でそのなんだろうな、結構その説明的なセリフも多いんですけど、松下さんだったらきっとうまくいってもらえるのかなっていうのもありつつ、なんかその厳しくもありつつ優しく見守ってくれる感情を演じてくれてよかったと思いましたね。原作権が取れて、でキャスティングもまあ全然決まってなくて、制作資金も集まってなかった状態で、僕、ゆきさんのマネージャーに会いに行って話をして、で OK してもらえたんですよ。でそれで松下さんが出るんだったらっていうことで、そのお金も集まりだして、でキャスティングも集まりだしてですね、その松下由樹さんを中心にこう作品が出来上がったと思ってまして、非常に感謝をしております。まあ、今回キャスティングいろんな豪華な方々出ていただいていて、おそらくですね、中田監督じゃなかったら全く出てくれないですよ。で、このサイズ感、
本当に小さい映画なんですけれども、まあ、全部皆さん中田監督、あ、中田くんがやるんだったらっていうことで、例えば寺脇さんだったりとか、みんな中田監督キャスティングみたいな、そんな形でして、まあ、それでこのサイズ感にしてはすごい豪華な絵になっているのかなっていう、まあ、これちょっと裏話でございます。全部中田さんのためにみんなが集まる。頑張ってよね、キャスティングね。まあ、僕はそんな大して大してないです、まあ、というようなことでですね、作り上げていったというようなことです。一番大変だったシーン、はい、撮影、まあ、例えば監督がすごい悩んだとか、そういうところをちょっとお聞きしたいなと、はいはい、やっぱりですね、そのひなちゃん役の佐藤怜央ちゃんがですね、オーディション時4歳で撮影時5歳だったんですけど、すごい長いシーンが多いじゃないですか。でその彼女のそのテンションの一番いいところを狙いつつ、当然こう周りの俳優さんの芝居の何だろう、こう盛り上がりもあるんで、そこをこう調整しつつ、その最初にこう出会いに来た養護施設のシーンとかは、一見ね、なんてことないシーンなんですけど、結構そのひなちゃんのお芝居の具合と周りの具合とで結構調整しながら撮ったかな。あと、すごい泣くのがね、すごい上手い子だったんですけど、1回目が一番お芝居良かったんですけど、まあ逆に僕らがね失敗しちゃったりなんかして、大人が失敗して、でちょっとごめん、もう一回やってもらえるみたいな感じでちょっとお願いしたこともありつつ、まあそうですね、怜央ちゃんのシーンがやっぱり大変だったかな。まあでもすごい天才的でしたよね、なんか感覚として我々的に。そうだ、現場で台本出てみないんだよね、なんかね全く見ないんですよ、これがまた。お母さんに、次どのシーンやるのって言って、こういうシーンだよって、うん、分かったみたいな、大丈夫さん用意スタート、うえーみたいなすごいね君みたいなで終わったらあっけらかんとしてるんですよね。終わったら遊びちゃってね、そうなんですよ。まあ途中なんか現場途中も武田浩平さん主役の なんかすごいすごい大好きになったみたいで、ね、しょっちゅうしょっちゅう遊んでましたよね、裏でね。よかったよ ね、その辺のこうね、仲のいい感じがだんだん出ていった感じしたよ ね、切り替えがすごかったですね。遊んでて2人で遊んで、じゃあやるよって言って、もうカメラ前に立つと全然違うっていう。僕らはもうそろそろやるから集中させなきゃと思うんですけど、カラッと変わるんですよね。大女優だよすごいですよね。そうで、オーディションでね、結構30人ぐらい呼んでやったんですけど、なかなかこの子役で前編通して出るってあんまりないんで、なかなかできなくて、みんなで唯一ね、彼女だけ すごいできて、そうそうそう、いい出会いでしたね、彼女は。そうですね、逸材ですね。で最近ね、テレビもドラマもよく出てるんで、もっと活躍してもらえればなと思ってます。津田さんも良かったよね。津田さんも良かった、非常に。寺脇さんがすごいですね。僕まあすごい緊張して撮影当日臨んだんですけど、はい、で朝一で控室に会いに行って、お願いしますって言ったら、そういうこう神妙な顔してるんですよ。で僕ちょっと一瞬緊張したんですけど、中田くんさって、この俺が台本に絵を描くって書いてあるんだけど、何描けばいいのって言われて、で僕も考えてなかったんで、で出た寺巻さんがそのなんか自分で焼き鳥の絵を描き始めて、でそれをなんかやってくれて、それはなんかね、良かったですよ。良かったです。なんかうまいんですよね、このキャラクターが。また焼き鳥のキャラクターを描いていてで、なんか実は漫画家になりたかったんだよね、昔とかって言ってましたよね。あ、言ってた。言ってました、言ってました。へ、あ、そうだったんですか昔漫画家を目指してたことがあったみたいですね。で、はい、僕はあれ、よりを撮る気なかったんですけど、なんか津田寛治さんがね、撮った方がいいって言って焼き鳥くん、焼き鳥くんでございます。さあ、ベテランのカメラマンさんに言ったら、撮るのみたいないや、お願いしますっていう感じで撮りましたね。水戸夏目ちゃんも良かったし、あと、まあ、辻さん、介護士役、辻さん良かったですね。はい、良かったですよ。いや、皆さんなんか本当に良かったんですよね。そうそうそう、結構ね、オーディションをやって、うん、
大家の娘役の伊礼さんも結構オーディションで2、3回やったのかな。で結構自然、まあ現場結構低予算で時間なかったので、現場で芝居をこう作り上げる時間があんまりないって分かってたんで、まあ事前にリハを結構やって、結構浅地さんはですね、台本に関して一番こう言ってくれた方で、この言い回しがおかしいとか、まあこういう私こういう思いだからちょっとこの語尾変えたいとかで、結構ね まるっと変わったシーンもあってですね、非常に感謝してますね。あと最後の食事のシーンなんかちょっと現場にもグッときましたね。あ、ね、結構ね、やっぱりなんかいいなっていう感じでしたよね。そう、あったかい感じしますよね。なんかこういう人たちが周りにいたらいいなっていう、なんか思いもなんかちょっと確か本作りの時に、なんか入れ込みましょうみたいな話をしてた記憶があるんですよね。そう、やっぱね、今ね結構厳しい社会じゃないですか。でやっぱそんなにね、あの周りにこんないい人ばっかりいないよっていう感じも思われるかもしれないんですけど、まあちょっとね、映画でちょっとこういうのも、はい、こういう世界観もあっていいのかなっていう思いで作りましたね。はい、最後に一言、はいはい、お願いいたします。ですね、なんだろう、こうさっきも言ったんですけど、やっぱ映画って見てる方の気持ちも含めて完成するものだと思ってまして、なんだろう、まあ公開して今時間が経つにつれて、その自分の思っても見なかった感想を持つ方とかいて、まあ、映画の可能性っていうか、それを最近ちょっと感じてまして、はい、で皆様もまあ僕もこれから頑張りますので、引き続き応援かな、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。